はい、今日はですねマジックのあの夏が聞こえてくる、これは1995年の4月の21日にリリースされてますね。マジックはこっからちょっとして解散、残念ながらしてしまいましたけれども、その後もね、あのボーカルの上沢敦隆君とはいろいろと付き合いがありまして、不思議な縁があってね、まあ彼がやっぱりなんていうのかな、こう実業家として、そして音楽家としてどっちも全力投球でやってる様をね、結構ずっと見ててすげえなーと思って、本当リスペクトを持って私は見ております。彼がですね、あの今やってるバンド、彼が主催してるバンドがジャズビリーというんですけれども、その新しいアルバム、その新しいアルバムでも私は3曲ばかり、まあ私の曲をね、取り上げてくれたんで、そこでコーラスとかギターとかで参加をしております。ただそれはね、アナログとカセットだけでとりあえず発売して、どっちももう完売しちゃったみたいです。まあ CD も出るみたいなんでね、そこら辺はぜひ、ジャズビリーで、検索して情報をかけといてください。コメント欄に質問なり、なんかこんなことやってくれでも、なんかそういうことをね、ガンガン書き込んでもらえると嬉しいなと思ってます。意外に見てるけどチャンネル登録してないっていう人いるでしょ。せっかくだからチャンネル登録してください。よろしくね。それじゃあ。